オースティン・フリーマン原作「ソーン・ダイク博士の事件簿」「青いスカラベ」法医学の仕事は主に人に対する犯罪に関わるものでその内容はしばしばゾッとするような陰算なものであり不快なものであることが多いそのため今回の「青いスカラベ」のような不思議でロマンチックな事件は 実際には私たちの専門外ではあるがいささか救われる思いがしたしかし私にとってこの事件は友人であるソーンダイクの調査員としての唯一無二の存在とした二つの驚くべき才能を示すものとして第一に重要な事実を一目で見抜くその不思議な力と第二に必要とあれば常識外れのテーマについて 無人像に蓄積された予想外の知識を引き出すその能力について興味を引くものであったジェームズ・ブローグレーブが22歳くらいのひときわ美しい娘を伴って約束の時間に私たちの部屋にやってきたのは午後の遅い時間のことだったそしてお互いに自己紹介をした後前置きなしに相談が始まったブローグレーブは言った あなたへの手紙に詳細を書かなかったのは、この事件を断られる恐れがあるので、書かない方がいいと思ったんです。この事件は盗難事件なのですが、普通の盗難とは違います。この事件には、ちょっと変わった、かなりミステリアスな点があるのです。警察はあまり期待できないので、この事件についてあなたの意見を聞き、 私の代わりに調べてもらえないかとお願いしに来たのです。しかし、その前に事件の顛末をお話ししておかなければなりません。盗難が起きたのは、ちょうど2週間前の夜9時半ごろでした。私は娘と書斎にいて、小さな証書箱から取り出したものに目を通していたところ、使用人が入ってきて、離れの一つが燃えていると告げました。その書斎は フランス窓が裏の庭に面しておりその離れは庭の脇の草地にあったのでフランス窓を開けたままそちらへ出ましたが行く前に急いで書類を証書箱に戻し鍵をかけましたその建物は材木店としてまた作業場として使っていたものですがかなり燃えていてすでに家中の全員がその場に集まって少年はポンプを動かし 二人のメイドはバケツを運んで火に水をかけていました。私と娘もその列に加わり、バケツを運び、燃えている建物から、手の届く範囲にある品物を運び出すのを手伝いました。しかし、火が完全に消えるまで30分近くかかりました。その後、娘と私は自分の部屋で、洗濯と片付けをしました。私たちは一緒に書斎に戻り、 私がフランス窓を閉めると、娘は中断していた仕事を再開しようと言い出したんです。そこで私は、ポケットから証書箱の鍵を取り出し、その箱がいつも置かれているキャビネットに向かいました。しかし、そこには証書箱がなかったのです。一瞬、自分が移動させたのではと思い、部屋を見回しました。しかし、どこにも見当たらず、 よく考えてみると、いつもの場所に置いたままだったのです。考えられるのは、私たちが火事で不在の間に、誰かが窓から入ってきて、それを盗んだということです。そして、その誰かが、私たち全員を家からおびき出すという目的で、意図的にあの離れに火をつけたように思えるのです。ソーンダイクは同意した。 見た目からしてそうですね。書斎の窓にはブラインドはついていますかそれともカーテンですかブローグレーブは答えた。カーテンです。しかしカーテンは引かれていませんでした。庭にいる人間なら誰でも部屋の中を見ることができたでしょう。庭には低い塀を乗り越えられる程度の体力のある人間なら簡単に立ち入ることができます。 ソーンダイクは言った「ここまでの話だと泥棒は庭に入り込んで窓からあなたを見ていた不審者の仕業であなたが箱から取り出したものが価値のあるものだと思い込み容易に持ち去る機会を捉えたのかもしれません」「その品物にはかなりの価値があったのでしょうか」「泥棒にとっては全く価値のないものでした」「株券が何枚か」 賃貸契約書が12枚家族の写真が何枚か小さな箱には古い手紙とスカラベが入っていたくらいです盗む価値のあるものは何もありませんよほら株券は私の名前で発行されたものですから交換するのは不可能なんですそのスカラベはそれはラピスラズリだったかもしれませんがおそらくはブルーガラスの模造品でしょう いずれにせよ、大した価値はありません。長さは1.5インチほどでした。しかし、結論を出す前に、この話を終わらせた方がいいでしょう。盗難があったのは、6月7日の火曜日でした。私は警察に盗難届を出しましたが、15日の水曜日に、サウサンプトンの消印のある書留小包を受け取るまで、何もありませんでした。 開封すると驚いたことにスカラベと不可解な手紙を除いて証書箱の中身が全て入っていたのです彼はポケットから封筒を取り出してソーンダイクに手渡したその封筒にはタイプライターの文字で宛名が書かれており大きな楕円形の封印が施されていたのだがその表面は細かいヒエログリフで覆われていたソーンダイクは言った これは、スカラベの刻刻印印だと思いいますすが、素晴らしい刻印ですね。ブローグレーブは答えた「ええ間違いなくスカラベです大きさもほぼ同じです」ソーンダイクは意外そうな表情で依頼人をパッと見た彼は尋ねたでもそのヒエログリフに見覚えはないのですかブローグレーブは不愉快そうな笑みを浮かべた 実はヒエログリフのことは何もわからないのですが、見る限りでは、これらは同じように見えますね。どう思うネリー。ミス・ブローグレーブはぼんやりと刻印を見て答えた。私も同じ考えです。ヒエログリフは何の意味もない。ただの不可解なものです。でもこれは、私たちのスカラベに描かれているものと同じに見えます。 でも他のヒエログリフも同じでしょうソーンダイクはこの発言に何のコメントもせずレンズ越しに封筒を注意深く調べた封筒の中身を取り出すと2通の手紙があり1通はタイプライターでもう1通は色あせた茶色の文字で書かれていた前者には目を通した後、紙をよく観察し光にかざし透かしを確かめた この紙はベルギー製のようだ。と彼は言いながら、私にそれを渡した。私はそれを確認してから、その手紙を読んだ。その手紙は、サウサンプトンという題名で、次のように書かれていた。親愛なるオールドタル。私が誤って持ち去った品物を変装します。古文書はこの手紙に同封しましたが、 その貴重品は現在、私の尊敬するおじが保管しています。一時的な紛失があなたに迷惑をかけず、後で返すことができることを願っています。それまでは、私を信じてください。親愛なるあなたへ。ルドルフ。私は尋ねた。ルドルフとは誰ですかブローグレーブは答えた。神の溝知る。 存在しない友人の偽名でしょうね。彼は愉快な人物のようです。ソーンダイクは同意した。そうですね。この手紙と封印は、学生の悪ふざけのように見えます。でも、これはごく当たり前のことなんです。無価値なものを返し、交渉可能な価値のあるものを一つだけ残しているのです。そのスカラベは、 あなたが想像しているよりも価値があるということはないのですねブローグレーブは言ったまあ専門家の意見を聞いたことがあります数ヶ月前にブリュッセルから来たエジプト学者のフーケさんに見せたのですが彼の意見は価値のない模造品だというものでした本物のスカラベではないだけでなく刻まれている文字も偽物で 意味もなくヒエログリフがごちゃごちゃと並べられているにすぎないということでしたソーンダイクはレンズを通して封印をもう一度見ていったそれならルドルフかルドルフのおじが不正な取引をしたようですねそれではこの事件には何の手がかりもありませんねここでミス・ブローグレーブが割って入ったお父さん ソーンダイク博士にスカラベのことを全部話していないんじゃないかしらルーベンおじさんとの関係も話しておくべきだわソーンダイクは彼女の話を聞いて急に興味を持ったのか興味深げな表情で彼女を見つめた後でその意味がわかったがその時は彼女の言葉には特に目を引くようなものはなかったブローグレーブは気落ちしたように言った それは一族の言い伝えなんですよ。おそらくすべてでたらめでしょう。ソーン大イは言った。とにかく聞いてみましょう。何かヒントが得られるかもしれません。そう促されたブローグレーブは少し恥ずかしそうにヘラヘラしながらこう切り出した。この話は私の曾祖,祖父サイラス・ブローグレーブと フランスとのの戦争中の彼のの行動に関するものです。るもで彼は弟のルーベンと共同で司略戦を指揮していたようですが最後の航海の途中で非常に貴重な宝石のコレクションを手に入れたそうです彼らがどうやって手に入れたかはよく分かりませんがまっとうに手に入れたものではなかったのでしょう2人は大変な悪党だったようです 南米の教会か聖堂からの略奪品について何か言われていますがこの事件については本当に何もわかっていません資料もありません単なる口伝えで非常に曖昧で大雑把なものです話を聞くと彼らは船を売り払った後ハートフォードシャーのショーステッドに移り住みサイラスはマナーハウスに住み現在 私が住んででいるところです。ルーベンはそれに隣接した農場に住んでいました財宝の大部分は船旅の終わりに分け合ったそうですが宝石類は後で処理するために別に保管されおそらくは入手した経緯が忘れ去られた後に処理することになったのでしょうしかし二人とも根っからのギャンブラーで 二人の話を聞いたルーベンの使用人の証言によるとある夜二人は大勝負に出た時最後に宝石のコレクションを全部かけて勝負することにしたようです宝石を預かっていたサイラスは邸宅に行き小さな鉄のチェストを持ってルーベンの家に戻ってくるのが目撃されていましたどうやら使用人以外が寝静まった後 夜遅くまで勝負したようで運はルーベンにあったようですが運に助けられたこともあったようですいずれにせよゲームが終わって宝石の入った箱を渡すとサイラスは彼が不正を働いたと一括しかなり激しい口論になったものと思われますなぜなら喧嘩が始まるとルーベンは使用人を追い出して そののの使用人は遠くの自分の寝室に引き上げてしまいまいしした。しかし朝になってルーベンと宝石の入った箱が消えていることが分かり2人がプレーしていた部屋にははっきりと血痕が残っていましたサイラスは失踪について何も知らないと供述しましたが自分が弟を殺して宝石を持ち去ったのではないかという強いおそらく当然の疑惑が生じました その結果、サイラスも姿を消し、長い間、その行方は妻にさえ分かりませんでした。その後、彼はエジプトで偽名を使って生活していたことがわかり、当時まだ新しい学問であったエジプト学、ロゼッタ・ストーンは数年前に解読されたばかりでした、に熱中していたことが判明しました。その後、彼は妻との連絡を再開しましたが、 弟の失踪の謎については一切語りませんでした亡くなる数ヶ月前彼は変装して自宅を訪れ一人息子のウィリアムが21歳になった時に渡すことにした小包を妻に手渡しましたその中にはスカラベとあなたが封筒から取り出した手紙が入っていたのですソーン大イは尋ねた読んでいいのですかもちろんです あなたが価値があるとお考えなら、それが返事だった。ソーンダイクは黄色い紙切れを開き、茶色く色あせた文字に目を通しながら、声を出して読んだ。1833年3月4日、カイロ。親愛なる息子へ。私の最後の贈り物として、貴重なスカラベと、君によく考えてもらいたい。いくつかのアドバイスを送ろう。 古代のエジプトの言い伝えには、多くの知恵がある。スカラベは貴重な財産として大切にしなさい。頻繁に扱え。しかし、誰にも見せるな。ルーベンおじさんをキリスト教式で埋葬せよ。それが君の義務であり、報酬を得ることになる。彼は君の父親から奪ったが、彼は返還しなければならない。さらばだ。 親愛なる父よりサイラス・ブローグレーブソーンダイクは手紙を置くと依頼人を尋ねるような目で見た彼は言ったなるほどこれは分かりやすい指示ですねどのように実行されたのですかブローグレーブは答えた全く実行されていません私の祖父である息子のウィリアムはこの問題に介入する気はなかったようです サイラスが弟を殺し遺体を隠したことを率直に認めたように思えウィリアムはこのスキャンダルを蒸し返そうとはしなかったのですそれに指示はそれほど簡単なものではありませんルーベンおじさんをキリスト教式で埋葬せよというのは結構なことですがルーベンおじさんは一体どこにいるのでしょうかソーンダイクは言った明らかに示唆しているのは 遺体をキリスト教式で埋葬した者が利益を得るということです。変換という言葉は宝石の所在を知る手がかりになりそうです。誰も死体の隠し場所を突き止めようとは思わなかったのでしょうか。ブローグレーブは言った。どうしてそんなことができるんですか。彼はわずかな手がかりも残しませんでした。まるで 息子が死体のありかを知っているかのような口ぶりでしたそれにサイラスが宝石を持ち去らなかったとしても宝石は誰のものだったのかという疑問がありますそもそもあれは盗品であることは間違いありませんがどこから盗んできたのかは誰も知りませんルーベンが不正行為でサイラスから奪いサイラスは強奪と殺人で取り戻したようです もしウィリアムが発見したら、ルーベンの息子たちに渡さなければならなかったはずですが、厳密にはルーベンの所有物ではありませんでした。たとえ発見できたとしても、誰にもその権利を主張することはできなかったのです。ミス・ブローグレーブは言った。でも、今はそうではありません。ブローグレーブは、ソーンダイクの質問に答えるように言った。いや、 今はは立場がはっきりしています。ルーベンの孫であるいとこのアーサーは最近亡くなりましたが彼には子供がいなかったので財産を分割してしまいました古い家屋と財産の大部分はおいに残しましたが私の娘にはわずかな遺贈をして遺留分権利者として指名しましたつまりルーベンが持っていた宝石の権利は娘に帰属し 私の死後は彼女がサイラスの相続人となるのです。実は、ブローグレーブは続けた。私たちは盗難の夜、まさにこの問題について話し合っていたのです。私が死んだら、娘はかなり貧しい生活を送ることになるでしょう。私たちの財産には重い抵当権が設定されており、資産はほとんどないのですから、ルーベンおじさんの宝石があれば、 娘も安心して暮らせますが、それを手に入れることはできません。でも、家庭の問題であなたの時間を奪うわけにはいきませんから。ソーンダイクは言った。家庭の事情は、全く関係ないわけではありませんよ。しかし、この事件で私に何をしてほしいのですか。ブローグレーブは言った。まあ、私の家は泥棒に入られ。 家屋に火をつけられました。警察はどうやら何もできないようです。警察は、家族の中に犯人がいない限り、手がかりはないと言っていますが、使用人たちが全員消火に当たっていたことを考えると、そんなバカなことはありません。しかし、私は犯人を追跡して処罰し、スカラベを取り戻したいのです。風景さんが言ったように。 本質的には無価値かもしれませんがサイラスの遺言状はそれが何らかの価値を持っていたことを示しているようですいずれにせよ家宝である以上失いたくはありません盗難事件の捜査を依頼するのはおこがましいのですがもし調べていただけるのであれば大変ありがたいことだと思っていますソーンダイクは答えた単なる盗難事件は 普段の仕事とはかなりかけ離れたものですが、この事件には、調査する価値がありそうな不可解な特徴があります。え、ブローグレーブさん。この事件を調べてみますが、手がかりがないように見えても、犯人を突き止めることができるかもしれない、という希望を持っています。この手紙は2通とも、もっと詳しく調べるためにお預かりしますし、 おそらく明日にでも、屋敷の調査をさせていただきたいと思います。ブローグレーブは言った。いつでも構いませんよ。あなたが調査を引き受けてくれることを嬉しく思っています。何度かお世話になった、グリフィン生命保険会社の友人のストーカーから、あなたのことはよく聞いています。ソーンダイクは言った。その前に、 一つだけはっきりさせておかなければならないことがあります。スカラベとこの手紙の存在と、それらにまつわる経緯を知っているのは、あなた方以外に誰がいるのでしょうか。ブローグレーブは答えた。何とも言えません。いとこのアーサー以外、誰にも見せたことがないんです。彼には見せたことがあり、家族の中で話題になったかもしれません。 秘密にはしていないなんですよ。訪問者が去った後私たちはこの事件の真相について話し合った私は言ったなかなかロマンチックな話ですね盗難事件には興味深い点がありますが私はむしろ警察の意見に同意したいですね根拠となるものがほとんどありませんからソーンダイクは言ったもし 公正な友人が自分自身に満足していなかったらもっと違ったかもしれないねあのタイプライターの手紙はありがた迷惑な不謹慎の塊だったその紳士は自分の立場を過大評価し派手に騒ぎすぎたんだ私は言ったこの手紙から読み取れることはあまりないでしょう彼は言ったその言葉を聞いて残念だ ジャービス、この手紙を君に調べてもらい、報告してもらおうと考えていたんだ。私は慌てて言った。表面的な印象を述べただけです。詳しく調べれば、もっとはっきりしたものが見えてくるに違いありません。彼は言った。そうなることは間違いない。できる限り早く調査を開始する理由があるのだから。 すすぐにに仕事に取り掛かるることを提案するよ私は古い手紙と封筒のことで頭がいっぱいなんだ。これを受けて私は早速調査を開始しその前段階としてこの手紙を大きなプリントフレームに入れ観光板と透明ガラスのプレートで写真を撮ったその結果ネガにはタイプライターの文字だけでなく紙の透かしや線。 かかすな油の跡が映っていた。次に文字そのものに目を向けるとかなり多くの特徴的なものが浮かび上がってきたこの機械はコロナ社製で小型のエリートタイプが装着されていたがアライメントに著しい欠陥があったロワーケースつまり小文字の A はラインよりかなり下にあるが大文字の A は正しく配置されているる。ように見える U はラインより少し上にあり小文字の M は一部汚れが付着していたここまで監視で慎重に扱ってきたが私の知る限り少なくとも3人が触っている今度は指紋の有無を調べることにしたただ見ただけではわからないから紙の裏に腹心の粉末をまぶし 髪を軽く叩いてその粉末を行き渡らせたその結果特に手紙の縁の部分にかなりの数の指紋が浮かび上がりそのほとんどは非常に薄く影になっていたが今回の目的には十分な稜線パターンを確認することができた余分な粉を吹き飛ばし表面の指紋を処理する前に写真を撮ろうと 大型のコピーカメラが設置されている部屋へ手紙を運んだ。しかしそこには実験助手のポルトンがいて封をした封筒をコピー用のイーゼルに固定したまま持っていた彼は言った「ちょっとお待ちください」「博士がこの封書の拡大写真が欲しいそうです」「この封印の拡大写真を撮りたいそうなんです」「私は彼が撮影するのを待ち」 手紙の写真いや手紙の裏の指紋の写真を撮ったネガを現像した後手紙の表面に粉をかけて今度は親指の指紋をいくつか浮かび上がらせた指紋が文字のどこについているかは少しわかりにくかったが文字は鮮やかな青色で腹心庫は赤色だったので写真ではこの混同はなくなり 文字はほとんど見えなくなり、指紋は目で見たよりもはっきりしたものとなった。これで私の調査は終わり、タイプライターのメーカーをタイプライター標本のアルバムで確認した後、ネガをポルトンに渡して感想とプリントをしてもらい、リビングルームに降りてちょっとしたレポートを書いた。ソーンダイクはどうしたのだろうと考えていると、階段を上る足音が聞こえ、 しばらくして彼は手に紙を持ったまま入ってきた。それをテーブルの上に広げ、鉛の重りを一つか二つ使って広げて固定し、私がそれを見ようとしたとき、それが、1マイル25インチの縮尺のオードナンス地図であることが分かった。ソーンダイクは言った。ここがブローグレーブ家だ。地図のほぼ真ん中だ。これが彼の家。 ショーステッドマナーで、おそらくこれが火事になった離れの建物だろう。リングルファームと書かれた家は、ルーベンおじさんが住んでいた家だと思う。私は同意した。おそらく。ですが、明日その場所に行くのなら、この地図が必要な理由がわかりません。ソーンダイクは言った。地図は、一度に全体を見渡すことができ。 土地のの特徴をよく理解できるのが利点だ。また縮尺と分割期があればあらゆる距離を正確かつ速やかに測定することができる明日行く時はブローグレーブ本人と同じように自分の進むべき道が分かっていることだろう私は尋ねたそれが何になるんですか地形は何の役に立つのですか彼は答えたそうだな ジャービス。例えば泥棒がどこからやってきてどこへ行ったのか地図を調べれば犯人の動きのヒントが得られるかもしれないここに来てポルトンが哀れなミスフライトが言うように書類を持ってやってきた何を持ってきたんだポルトンまだ乾燥していませんとポルトンは言って 4枚の大きなブロマイドプリントをテーブルに並べた 10×8 番の封印の拡大写真とジャービス博士のマウントされていないプリント3枚がありますソーンダイクは私の写真をつぶさに見た彼は言った素晴らしい出来だジャービス指紋はかすかだが完全に読み取れるこの中に 正解があることを祈るばかりだ。君のものは見えないな。小さいのはおそらく、ミス・ブローグレーブのものだろう。明日、彼女と父親の指紋を採取しなければならない。そうすれば、犯人の指紋があるかどうかがわかるだろう。彼は私のレポートに目を通し、納得したように頷いた。タイプライターを手に入れることができれば、 それを特定するる。のに十分な情報がある封印はどうだろうと彼は拡大した写真を私の前に置いた。素晴らしいですね。完璧なモニュメントです。と私はニヤニヤしながら答えた。彼は尋ねた。何をニヤニヤしているんだ。私は言った。あなたがかなり慎重に、虎らぬタヌキの川山用に走っているように思えたんです。 スカラベを特定するために入念な準備をしていますが慎重なグラース夫人の古典的なアドバイスをむしろ無視しているんですね彼は言ったあのスカラベが手に入りそうな予感がするんだいずれにせよその姿を見ることができれば直ちに特定できるはずだ私は言ったでも起こりえないことを想定しておくに越したことはないでしょう ソーンダイクの考えは明らかで彼はこの最もありえない事態に十分な備えをしたデッサンボードと一枚のトレーシングペーパーを用意しボード状の写真の上に校舎をピンで留めて細いペンとヘクトグラフインクを使って封印の複雑で不可解なヒエログリフを慎重に細かくトレースし始めたのであるそれが終わると彼はそれをクレイ・デプリケーターに移し ハンダースのコピーを取りそのうちの一つを私に手渡した私はそれを見て気厳な顔をしていった法医学者はあらゆる知識を自分のものにしなければならないとおっしゃいましたねエジプト学者でもあるのでしょうかもしそうならもっと優れた法医学者になるはずだという答えが返ってきたので私は将来の参考にしようと思い 心に留めておいた。しかしその間ソーンダイクの行動は私には全く理解できなかったこのような細かいトレースをする目的は何だったのだろうか識別するには封印だけで十分事足りる私は何か新しい展開があれば謎が解けるかもしれないと思いながらしばらく時間を置いたしかし彼の次の行動は 私を唖然とさせるようなものだった。彼が本棚に向かい、一冊の本を取り出すのを見たのだ。私はそれがレーパーの公開票であることを知り、そっとロビーに出て帽子をかぶり、散歩に出かけた。私が戻った時、ソーンダイクは安楽椅子に座り、コンプリートアングラーをのんびりと読んでいたので、調査は終了したようだった。 テーブルの上には大きな円形の分度器、定規、建築用のスケール、そしてトレーシングペーパーが置かれ、そこにはショーステッド艇をヘクトグラフインクでトレースしたものがあった。私は尋ねた。なぜ、このトレースを作ったのですか地図そのものを使わないんですか彼は答えた。全部はいらないし、地図を切り離すのは嫌なんだ。 列車の中で昼食をとり、2時半にはショーステッドマナーに到着した。私たちが車でやってきたのを見たのか、ブローグレーブとその娘がポーチで私たちを待っていた。ブローグレーブは手を広げて前に出てきたが、明らかに憂鬱そうな表情でこう叫んだ。わざわざお越しいただき恐縮ですが、遅すぎました。ソーンダイクは尋ねた。遅すぎるって。 何がご案内します」と答えたブローグレーブはソーンダイクの腕をつかむと興奮した様子で家の脇にある小さな通路へと歩き出しそこを通り抜けると庭の塀を縫うように細い路地を急ぎ大きな草原にたどり着いたがその一角には荒れ果てた風車が立てられていた彼はソーンダイクを引っ張りながら 草原を横切って土をひっくり返したばかりの山にたどり着きそこで立ち止まり芝生を持ち上げて無造作に植え替えたと思われる場所を悲しげに指さした「あそこですよ」と彼は叫び身をかがめて緩んだ芝を引っ張り上げると最近になって急いで埋められた大きな穴があらわになった昨夜から今朝にかけてのことです。 私がこの草原を歩いたのは昨日の夕方でしたがその時は荒らされた形跡はありませんでしたソーンダイクはかすかな笑みを浮かべながらその穴を見下ろしていた彼は尋ねたそこから何を推測するのですかブローグレーブは叫んだ推測するこの穴を掘った人物はルーベンおじさんと失われた宝石を探していたのではありませんか ソーンダイクは冷静に言った。同感です。たまたま間違った場所を探したのでしょうが、それは彼の問題です。ブローグレーブと彼の娘は声を揃えて叫んだ。間違った場所。なぜ間違った場所だとわかるのですかソーンダイクは答えた。なぜなら、私は正しい場所を知っていると思っていますが、ここは違うからですよ。 しかし、この件を検証することはできますし、そうした方がいいでしょう。ピックとシャベルを使う人を2、3人集められますかそれとも、自分たちでやりましょうかブローグレーブは興奮に震えていた。その方がいいと思います。できることなら、内密にしたいんです。ソーンダイクは同意した。そうですね。それなら、 私が場所を特定する間あなたが道具を運んできてはどうでしょうブローグレーブは快諾し早足で去っていった若い女性は私たちのそばに残りソーンダイクを興味深げに見ていた彼女は言った途中で質問の邪魔をしてはいけないのですがでもルーベンおじさんの埋葬場所がどうやって分かったのか想像がつきません 彼は答えた。それについては後で説明しますでもまずはルーベンおじさんを見つけなければなりませんね彼は研究用のケースを地面に置きそれを開いて3枚の紙を取り出したそれぞれの紙には地図のトレースが複製されておりそれぞれにこの草原の場所が記されていてそこから車輪のスポークのようにいくつもの線が放射状に伸びていた ほらジャービス地図の利点はこれだサイラスの時代から生えてきた若木のような障害物には関係なくこれらの方向を除外してその場所を正しい位置にマークすることができるんだもし最近の障害物によって方向がわからなくなったとしてもランドチェーンやテープで測定すればその場所を見つけることができるだろう彼はそう言って それを見せた。私は尋ねた。なぜ、三つも地図があるのですか考えられる場所が三つだからだ。第一が最も可能性が高く、第二は可能性が低いが、可能性はある。第三は可能性がないんだ。私たちの友人が昨夜試したのは、その一つだ。第一はあの若木の間だ。 その若木があっても方向を特定できるかどうか試してみよう。我々は若木の群れに移動し、ソーンダイクは研究用ケースから背の高い、折りたたみ式のカメラ用三脚と、アルミニウム製の文字盤を持つ大きなプリズムコンパスを取り出した。コンパスで1、2回試しに方位を測った後、三脚を立ててコンパスを固定した。ミス・ブローグレーブと私は、 彼が三脚をあちこちに移動させながらコンパスの照準器を覗き込み時折地図に目をやるのをしばらく眺めていたやがて彼は私たちの方を向いていった運がいいこの木はどれも方向を邪魔していないそして研究用ケースから測量用の矢を取り出し三脚の下の地面に刺してこう付け加えた しかし、コンパスでは大まかな位置しかわからないから、かなり遠回りになるかもしれない。その時、ブローグレーブは息を切らしながらよろよろと現れ、ピック三本、シャベル二本、スキ一本を地面に投げ捨てた。彼は言った。博士、邪魔をするつもりはありませんが、でも、全くわからないんです。作業が終わったら、 その真意を説明してください。ソーンダイクは約束すると、コートを脱ぎ、シャツの袖をまくって隙を持ち、大きな芝生を四角く刈り始めた。土が掘り起こされると、私とブローグレーブはピックで、ミス・ブローグレーブはシャベルで、緩んだ土を取り除いた。私は尋ねた。どこまで掘り下げないといけないか、わかっていますか 遺体は地表から6とソーンダイクが答えると彼は隙を置き研究用ケースから望遠鏡を取り出し草地の端をぐるりと回って最後に600ヤードほど離れた農家の家に向けてやや長めに観察した後残りのピックを手に取り露出している四角い土地の反対側の角で作業に取り掛かった。 30分近く、私たちはピックとシャベルを交互に使いながら徐々に下へ下へと進んでいったその間ミス・ブローグレーブは深くなった穴の端にたまった土を取り除いたそして作業を中断して顔を拭きながら地上に出てきたブローグレーブはウエストコートを脱いでいった「ネリーレモネードのジョッキとタンブラー4個があれば」 お客さんがビールを希望しない限りは十分だろう。私たちはレモネードに一票を投じ、ミス・ネリーは家に向かって歩き出し、ソーン・ダイクは望遠鏡を手にして、もう一度農家の家を観察した。私は言った。あの家にとても興味があるようですね。そうだ。右側の破風にある窓を見てくれ。と彼は答え。 私に望遠鏡を渡した。私が望遠鏡を破風に向けるとそこには開いた窓があり一人の男が座っていた彼は双眼鏡を目に当てそのレンズが私たちに向けられているように見えた「我々は監視されているようですね」と私は言い望遠鏡をブローグレーブに渡したでもそんなことはどうでもいいことです ここはあなたの土地ですよね。ブローグレーブは答えた。ええ、そうです。観客はいらないと思っていたんです。あれはハロルド・ボーカーだ。彼は望遠鏡を木に立てかけて、こう付け加えた。いとこのアーサーのおいで、農家を継いだことは話した通りです。彼は私たちに大きな関心を寄せているようですが。 田舎では些細なことに興味を持つものなのですここで草原を横切るミス・ネリーが魅力的なバスケットを持って現れたので私たちは好奇心旺盛な見物人から注意をそらした6つの喉が渇いた目はそのバスケットに釘付けになりバスケットが近づくと大きなガラスのジョッキとタンブラーが4つ出てきたので私たちはそれぞれ ゆっくりとおいしい一杯を飲むと、作業を再開するために穴に飛び込んだ。さらに30分が過ぎた。私たちは、ある場所ではほぼまんべんなく掘り進み、もうしばらく休んだ方がいいのではないかと話し合っていたところ、片隅で作業していたブローグレーブが大きな叫び声を上げ、指に何かを挟んで突然立ち上がった。茶色く汚れているが、 骨でであることは明らかであるソーンダイクはブローグレーブからその骨を手渡された時明らかに人骨であると判断した彼は言った最初の思考でここまで近づけたのはとても幸運だったこれは右足の親指の骨なので骨格はこの穴のすぐ外にあると思われるが角を注意深く掘って 骨がどうなっているかを確認すすべきですね。そこで彼は隙を使って慎重に掘り進み角の部分から土を取り除いたするとすぐに右足の骨が見え次に両足の骨の先と左足の一部が見えてきた彼は言ったこうして見ると骨格がどうなっているのかがよくわかるのであとはその方向に発掘を進めるだけだしかし ここで作業できるスペースは一人分しかない。ブローグレーブさんと一緒に地表から掘り下げた方がいいと思う。この時、私はブローグレーブに続いて穴から出た。彼はまだ茶色い小骨を手に持っていて、興奮して大喜びしていたので、娘は少し呆れていた。彼女は言った。かわいそうなルーベンおじさんの遺体を見て、こんな風に喜ぶなんて、 なんだか残酷な感じがするわ。ブローグレーブは言った。わかっているよ。敬虔な気持ちじゃない。でも、私はルーベンおじさんを殺していないんだ。それに比べたら、もう、ずいぶん前のことだけどね。そう言って、彼はレモネードをいっぱい飲み、ピックを手に取り、意気揚々と仕事に取り掛かった。 私も一杯飲んで、ソーンダイクにタンブラーを渡した。しかし、仕事を再開する前に、私は望遠鏡を手に取り、もう一度農家をチェックした。窓はまだ開いていたが、どうやら見物人はスリルのない光景に飽きてしまったようだ。いずれにせよ、彼は姿を消した。それ以来、数分おきに何らかの発見があった。まず、 深く錆びた鉄製の靴のバックルが一つ次にボタンが一つ二つやがて高級な金時計の鎖と封印の束が驚くほど新品同様で骨そのものよりも悲劇に満ちているように思えた掘り進める際ソーンダイクは骸骨を崩さないように注意した穴の角から伸びている狭い溝を見下ろすと右足だけを失った両足が 小さな崖から突き出ているのが見えた。その間にも溝はどんどん深くなり、ソーンダイクは掘るのをやめるよう警告し、私たちに降りてきて土をかき出しながら掘り出すように言った。やがて、頭部を除く全骨格が姿を現したが、それは棺桶の中で眠っていたかのように、乱れることなく横たわっていた。そして、 ダイクが頭の周りの土を取り除くと頭蓋骨がまるで高い枕の上に乗っているように上に突き出しているのが分かったもう少し慎重につるはしで探ってみるとその様子がよく分かった土が崩れて歯がむき出しになった頭蓋骨が見えるとそこには小さなチェストの端と鉄製の角が見えてきたそれは印象的な光景で奇妙で荘厳で むししろろ恐ろしいものだったその戦利品は不正行為によって勝ち取られ暴力によって取り戻されそしてついに最後の勝者によってその犯罪の証拠とともに隠されたのであるソーンダイクは言ったこれは金持ちの虚しさを説教するモラリストにとって素晴らしい教材だ私たちはしばらく黙って 不正に手に入れた財宝を守っている無残な姿を、畏敬の念を抱かずにはいられない様子で見つめていた。ミス・ブローグレーブは、私たちが降りた時に手を貸してもらった。父親に近づき、ちょっとひどい。とつぶやき、ブローグレーブ自身は、高揚感と身震いするほどの嫌悪感が混ざった奇妙な表情をしていた。突然、静寂が上からの声で破られ、 私たちは皆、はっと顔を上げた。若い男が穴の縁に立って、明らかに不愉快そうに私たちを見下ろしていたのだ。新参者は言った。ちょうどいい時に来たようだ。あのチェストは僕のものだ。遺骨もな。そうだろう。あれは僕の祖父、ルーベン・ブローグレイブが残したものだ。ブローグレイブは言った。そうか、ハロルド。 ルーベンおじさんの遺骨が欲しければあげるよ。しかし、そのチェストはネリーのものだ。ここでハロルド・ボーカーが、窓から見ていた人物だと分かった。穴に降りてきて、何やら威張りながら進み出てきた。彼は言った。僕はルーベンの相続人であり、おじのアーサーを通して、この財産と遺骨を譲り受ける。ブローグレーブは言った。 悪いが、ハロルド。ネリーはアーサーの遺留分権利者であり。これは遺留分なんだ。バカバカしい。ボーカーは叫んだ。ところで、どうやって埋められた場所を突き止めたのか。ソーンダイクは意外にも好意的に答えた。ああ、それはとても簡単なことですよ。地図をお見せしましょう。彼は地上に上がり。 3枚のトレースとレターケースを持ってすぐに戻ってきたこうやって場所を特定したんですよ彼は3番目の地図をボーカーに渡したボーカーはそれを受け取り困惑して顔をしかめた彼はようやく言ったでもここはその場所じゃないソーンダイクは聞いたそうですか違いました間違ったものを渡してしまったようです これが地図です。彼はボーカーに第一と書かれた地図を渡しもう一方の地図を受け取り森土の上に置いたそしてボーカーが第一の地図を憂鬱そうに眺めていると彼はポケットからナイフと鉛筆を取り出して新参者に背を向けたまま鉛筆の芯を削り黒色の粉を先ほど敷いた地図の上に落とした私は 興味深げに彼を観察していたが黒い粉が紙の端に近い2箇所に落ちたのを見たとき突然の疑惑が頭をよぎったそして彼が鉛筆で紙を軽く叩き粉を静かに吹き飛ばしケースからタイプライターの手紙の写真を素早く取り出し地図の横に一瞬置いたのを見て確信したボーカーは地図から顔を上げていった これでいいと思う。でもどうやってこの方角を突き止めたんだソーンダイクは素早く手紙をケースに入れ振り返ってこう答えた残念ながらこれ以上の情報はお伝えできませんボーカーは横柄な態度で叫んだできないのか本当にでも無理やりにでもそうさせるよしかしいずれにせよ 僕の財宝に手出しはさせない。ソーンダイクは彼をじっと見て、恐ろしく静かな口調で言った。よく聞いてください、ボーカーさん。こんな馬鹿げたことは終わりにしましょう。ブローグレーブさんが起訴するかどうかがわかるまで、どれだけ損するかはわかりませんよ。ボーカーは叫んだ。起訴。起訴とは一体どういう意味だ。ソーンダイクは言った。 つまり、6月7日の夜9時過ぎ、あなたはブローグレイブさんの家に忍び込み、彼の所有物や家財の一部を盗んで持ち去りましたね。そのうちの一部は返しましたが、あなたはまだ盗品の一部、つまりスカラベと証書箱を所持していますね。ソーンダイクが落ち着いた口調でそう言うと、ボーカーは顔を真っ青にして、ソーンダイクをじっと見つめ、 まさに驚愕と落胆を絵に描いたような表情に変わった。しかし彼は最後の一言を放った。彼は声を荒げて言った。これは真夏の狂気だ。分かっているだろう。ソーンダイクはブローグレーブに向き直った。彼は言った。ブローグレーブさん、決着をつけるのはあなたです。私は。 ボーカーさんがあなたの証書箱を盗んだという決定的な証拠を持っていますもしあなたが起訴するのであれば私はその証拠を法廷に提出し彼は必ず有罪になるでしょうブローグレーブと彼の娘は彼とほぼ同じような不安な気持ちで非難された男を見つめたブローグレーブはようやく言ったでも恨み事は言いたくないんです このスカラベを返せばそれ以上何も言いませんよソーンダイクは言ったそんなことはできませんよ法律は泥棒を助けることを許しません彼が望むなら財産を返せばいいし起訴するのもあなたの思うようにすればいいしかし条件をつけることはできませんしばらく沈黙が続いたがそれ以上何も言わずに 落胆した新参者は振り返り穴をよじ登り足早に去っていったゆっくりと顔を洗い簡単な食事をした後、小さなチェストをダイニングルームから書斎に運んだのはそれから2時間近く経った頃だったここでフランス窓を閉めてカーテンを引くとブローグレーブは工具一式を取り出し 私たちはチェストの鉄製の留め具を外す作業に取り掛かった。100年間のサビで頑丈なバンドが細くなったとはいえ決して楽な作業ではなかったがついに蓋は長いケースオープナーの力を受けて軋むような音を立てて持ち上がった。その中には穂の一部と思われる2枚重ねの補布が貼られ革製の小さな袋がいくつも入っていて。 それを一つずつ持ち上げていくとまるで小石が入っているような感じがしたそのうちの一つの袋の紐をほどき中身を木のボールに入れるとブローグレーブは甲骨のため息をつきミス・ネリーは小さな喜びの声を上げたそれらはすべてカットされた石でそのほとんどが非常に大きなものだったルビーエメラルドサファイア そして数個のダイヤモンドであった。宝石の価値については漠然とした推測に過ぎないが宝石に詳しいソーンダイクは荒削りではあるがこの種のものとしては上質な部類に入りおそらくどこかの神殿の装飾品として使われていたものだろうという意見を述べたブローグレーブは輝く宝石の入ったボールを 嬉しそうに眺めながら言った。問題はこの宝石をどうするかですね。ソーンダイクは言った。提案ですが今夜ジャービス博士がここに残って見張りをし明日の朝ロンドンまで持って行って銀行に預けてはどうでしょう。ブローグレーブはこの提案に大賛成で私もそれに賛成した。彼は言った。 しかしあのチェストは外国のものにしては奇妙な形をしていますねもしあの紛らわしい証書箱があれば後ろのキャビネットに証書箱がありますよとソーンダイクは言ったブローグレーブは慌てて振り向いた彼は叫んだ神のご加護を元の場所に戻ってきたんだハロルドは 私たちが食事をしている間に窓から入ってきたのでしょう。まあ彼が返してくれてよかったよ。あのボールを見て惜しくも逃したものを考えると彼を責める気にはなれません。スカラベは中に入っているんだろうけど今となってはあまり重要ではありませんね。そのスカラベは封筒に入っていてソーンダイクがそれを手でひっくり返して。 レンズを通してその上のヒエログリフを調べるとミス・ブローグレーブがこう尋ねた「ソーンダイク博士これには何か価値があるのですかそれは隠し場所の謎と関係ないでしょうあなたはそれなしで宝石を見つけたのですからところで博士私が聞いていいのかどうか分かりませんが一体どうやって宝石の隠し場所を突き止めたのですか?」 私には黒魔術にしか見えないのですがソーン・ダイクは静かに内心笑っていた彼は言った魔術的なことは何もありませんよ全く単純明快な問題でしたしかしネリーさんは間違っています私たちはスカラベを持っていたんですよつまり封印がスカラベの牢型でありそれは同じものなのです そのスカラベが謎を解く鍵だったのです。サイラスの手紙とスカラベは一種の知的なテストを兼ねていたんです。ブローグレーブは言った。そうなんですか。それで彼は空振りだったんだ。ソーンダイクは苦笑した。彼は認めた。彼の子孫は確かに少し勤勉さに欠けていた。サイラスの指示は至って明快でした。 宝を見つけようとする者は、まずエジプトの伝承に関する知識を身につけ、スカラベを丹念に研究しなければなりません。それは非常に大まかなヒントだったが、アーサーおじさんから、スカラベのことを聞いたはずのハロルド・ボーカーを除いて、誰もそれを気に留めなかったように見えます。さて、私はヒエログリフについて、 アルファベットで綴ることができる程度の初歩的な知識は持っていますこの封印を見た途端これらのヒエログリフが英語の単語を表していることが分かりました私が最初に注目したのはルーベンという単語を綴った第二グループの記号で次に第一グループの記号がおじさんを綴っていることが分かりましたもちろん ミス・ネリーがスカラベとルーベンおじさんの関係を語ったのを聞いた瞬間に、殺人事件は解決しました。そのスカラベには、必要な情報がすべて詰まっていると一目で分かったからです。昨夜、ヒエログリフを注意深くトレースし、それをアルファベットに置き換えたんです。これがその結果です。彼はレターケースから取り出してテーブルの上に広げ、 私が見たトレースの副写を渡してくれた。しかし私が最後にそれを見た時からそれは付け加えられていたそれぞれの記号の下に現代のローマ字で同等のものが書かれておりそれらは次のような言葉になっていた「アンクルルーベンミルフィールド SKSEFT ダウンチャーチスピリットノース1030イーストディングル」 サウス・ガブル・ノース・アティ、フォーティ、フィフティ、ウエスト・ゴッド・サフ・キング・ジョージ。我々の友人二人は、ソーン・ダイクの翻訳を無表情で見つめていた。やがてブロー・グレーブが言った。しかし、この翻訳には、エジプト文字に関する深い知識が必要だったに違いありませんね。ソーン・ダイクは答えた。そんなことはありませんよ。 知的な人なら一時間もあれば、エジプトの文字をマスターできますよ。この綴りは少し雑ですが、理解しやすく、サイラスの時代にはほとんど知られていなかったことを考えると、サイラスの功績は大きいですね。ブローグレーブが尋ねた。フーケさんは、なぜこのことを見過ごしたのでしょう。彼は答えた。当然です。 彼はエジプトの秘文を探していたのです。しかしこれはエジプトの碑文ではありません。彼は英語を話せますか少しだけです。ほとんど話せません。それなら文字は英単語で綴りも不完全なのだからヒエログリフは彼にとって単なる無意味なものに過ぎなかったに違いありません。そして、 スカラベが模造品であるという点では彼の言うことは正しかったのです。ブローグレーブは言った。もう一つポイントがあります。ハロルドはどうしてあの場所についてとんでもない間違いをしたのでしょうか。方角ははっきりしています。コンパスを持って外に出て指示された通りに方角を取るだけでよかったのです。ソーンダイクは言った。 彼はまさにそれをやったのです。しかし彼はコンパスの経年変化という現象を知らなかったようですご存知のようにコンパスはキタを指すのではなく通常地北を指しますが地北は絶えずその位置を変化させていますルーベンが埋葬された時1810年頃、マキタから24度26分西でしたが 現在では真北から14度48分西になっています。だから、ハロルドの方角は10度以上ずれていることになり、もちろん、全く間違った位置を示していることになります。しかし、サイラスは航海士でもちろんコンパスの誤差を知り尽くしていた。彼の書いた方角はいつか彼が使うためのものだったので。 私は彼が示した方角は真北の方角だと仮定し彼が北と言った時は常に同じである真北を意味していると考えましたしかし私は磁気方位を最新のものに修正した地図も用意したのです第1は私たちが使ったもので真北の方角を示しています第2は補正された磁気方位で 正しししいい場所を示しているかもしれません第三は補正されていない磁気方位でハロルドが掘った場所ですが正しい場所である可能性はないでしょうそして翌朝私はブローグレイブの銀行へ宝石を詰め縛ってスカラベで封印した証書箱を届けたその一二か月後ショーステッド協会で行われたルーベン・ブローグレイブの立派な記念碑の除幕式に 依頼を受けて出席したことを除けばこの事件との関わりはこれで終わりとなったこの記念碑はオベリスクという少し不謹慎な形で名前とおおよその日付が刻まれさらにこう刻まれていた「何時のパンを水の上に投げよ」「何日経っても戻ってくるであろう」ソーンダイクはそのパンが他人のものであったとしても この今しめは平等に適用されると思う。と辛辣な言葉を残している。はい。春の空です。オースチン・フリーマン原作、ソーン・ダイク博士の事件簿、青いスカラベ、の朗読は終了です。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。この動画はいかがだったでしょうか ご要望などございましたら、コメント欄にお願いします。よろしければ、チャンネル登録と、高評価もお願いします。それでは、次の動画で、再びお会いしましょう。